ジャパンキャンピングカーラリーとは、車旅クラブが開催するキャンピングカーを使った全国規模のラリー。参加者が全国各地のスポットを巡りながら、行って遊んで食べて泊まって、ゴール地点の長野県に同じ日に集合する大規模イベントなのだ。ここ来たことあるね。かもね。あ、見て、なんか緑色のさ、かわいい小エラ引っ張って住んでる。あ、ほんとだ。スタンプゲット。波の感じがさ、日本海って感じするよね。山の色が深まってる感するね、うん、いい色になってきたね。早く行くよ。よいしょ。これもしや全部古墳でないか。この前のこれ、適当にやったよ。スタンプゲット。いやー、そろそろですよ、着きますよ。久々ですね。到着。来たよ来たよ。創業100周年。わ、すごいね。来ましたよ来ましたよ。これを食べに来たかったんですよ。前鴨肉がいっぱい。ではでは、いただきます。皆さん見ました。美味しくて、はい、ということで RV パークバンダイさんに到着でございます。いや、で、家族風呂がここあるので、ちょっとこの後ゆっくりと、ね、体温めようと思います。今日寒かったな。スタンプゲット。はい、おはようございます。あいにくの雨なんですけどね、まだまだ進みますよ。ここ RV パークバンダイさん、民宿と一緒になっている RV パークということで、でもきちんと電源があります。嬉しいのはね、家族風呂だったりとか、車旅クラブの会員の人はちょっとスペシャルな特典、お食事が割引になるというのもありますので、郵送で送られてくるね、チケットの方見ていただければ多分あると思うんで、車旅クラブの会員の方は要チェックですよ。これなんかどえらい山道に入ってしまった感がするんですけど。あ、もうラリーの終盤ですけど。そうだね、前回のボックスでもう5年ぐらい前、6年とか前、もしかして。そうだね。ここ、あ、看板出てるじゃん。ほら、こちらですって。ご丁寧に。よく道覚えてるね。どこそよ。旗がいっぱい立ってるじゃない。旗はいっぱい立ってるけど、いっぱい立ちすぎてて、どの旗かわからないかな。なんか見覚えある。左から出れます。マジか。
はい、ということでしょんもり案件でございます。スタンプゲット。道の駅栄だって、うん、土器がある。壊さないでね。ちょっと今興奮しちゃった。私にしては珍しくカレーを頼みました。トマジューカレーって言ってもそうなの、なんかトマトジュースを使ってるカレーらしいの。すごい。だろうね、音がすごいね、うん、すごいゴロゴロしてるの。すごいかな。すごいね、ここすごいね。カムイコタン思い出す感じ。あー、わかる。RV パークのオブセに到着しました。いや結構広くて RV パークの場所どこかなってちょっと探しちゃったんですけど、ちゃんとね、その RV パークって入ってるんで電源ボックスなんかね、わかりますよね。スタンプゲット。はい、長野県入りました。長野入った瞬間超寒い。空気感が全然違いますね。ちょっとね、今ダウンを着ようかどうしようか迷ってマフラーにしました。寒くない？寒いね。寒くて街並み散策する元気がなくなったので急遽スーパーに。さあ、おはようございます。オブセから今日スタートします。ゴールへ向かいます。景色だね、これね、全然違うね、これ全然違う、山って感じね。はい、おはようございます。おはようございます。おじいちゃんみたいな感じね。チェックポイントですよ。はいはい、行っちゃう行っちゃう。あれ、道の駅こっちもなの？え、じゃあ道路のこっちもこっちも道の駅施設って感じだ。栗、ぶどう、りんご、いいね。スタンプゲット。水色の3段ある、黄緑のとこだ。シェーンガルデン、おみ、150m 先ってもうすぐやん。これ動画では分かりにくいやつだけど結構登ってるね。リンゴめっちゃなってる。すごいいっぱいなってるね。これ収穫しやそうだね、この木。さあ、ガッちゃん、今回のラリーの旅の様子をトークショーをさせていただくことになってますが、緊張してますか？今すごい緊張し始めた。ああ、言わなきゃよかったか。スタンプゲット。超本格的。さあ、いよいよゴールですよ。はい、いよいよゴールです。うちもちょっとマスク取ろう。長かったですね。福岡から出発して、山陰コースで、はい、たくさんおいしいもの食べて、はい、またおいしいもの食べてからゴールしてくれるよ。よっしゃ、行きます。おやつ待ってるんでね。ゴールですよ。くぐるよ、くぐるよ、くぐるよ。
はい、くぐりました。うわー、なんかこの第1号のこのなんだろう、実験体みたいな、そんな感じ。あ、旗振ってくれてる。旗振ってくれてる。わー、よーし、わーい、お疲れ様です。いや、綺麗だね。うわー、すごーい。